お寿司屋さんに連れてっていただきました。彼氏かよ何かよって Vlog 撮ろうと思っとったんに忘れてしまって全部帰宅してプレゼントいただきましたので、あとねめちゃめちゃ可愛いの見てほしい。花はマジで名前通りお花を選ぶのが本当にうまい。もう見て黄色とかオレンジとか赤とかです。ボックスも可愛いんですけど。バスパール？そう。今さハンドソープがさディオールのやつじゃん。あ、そうじゃん、そうだよね。そう。あ、いい香り。うん、いい香り。うわ、ミスディオールですって感じ。うん、感じ感じ。うん、え、見えないよね。ちょっとこぼれちゃいそうなんだけど。つぶつぶ感感じてほしいよね。やばい。サラサラ。で、この後はあれ。おやつも全部買ったし、観戦をします。へえー、すごい、初めて見た。あ、なんかすごいおしゃれだから長いね確かに、ほんとだ、なんでそれだけ長いの。ぴったりぴったりですね。めっちゃ可愛い。綺麗綺麗。玄関に、はい、立派な玄関になった、急に。嬉しい。ケーキまで用意してくれてさ、あなたはもう飾っちゃったけどプレゼントにお寿司にちょっとこんまりすぎませんか。いちごでーす。嬉しい。お願い事してね。え、ドキドキするんですおめでとう。ありがとう。幸せな一年にしてください。めっちゃ可愛い。もうすでに幸せでーす。抱負は表面か水面か、うんうんうん、表面から出ちゃってるよ水面かで、ね、あんまり意味がないところで、うん、こうなんだろうな、もがいてることがあったのね、うんうんうん、23歳でも後半から先月ぐらいから、うん、なんかだんだんと波を取り戻したというか、うんうんうん、すごいなんだろうな、こうなったらいいのにっていうところが一つずつ潰されていってるから、うんうんうん、今年はそれを潰していくところからさらにプラスに猫していきたいなと。いいね、いいね、うん、まだアップアップしていきたいなと、うんうんうん、シンプルだけど思っております。頑張りましょう。頑張ります。ありがとう。はーい、かわいい、かわいい。なんかクリスマスっぽいね、うん、変わり目にさクリスマス仕様になっとるじ。チョキニャンのそんなに好き。分かった分かった、かわいいね。なんでさ、ティックトック可愛くてごめん。確かにぴったりの曲。これあのもう撮ってんの？うん、撮っとる。ニャーしてんきょーにゃー。行くって。寝そうや、もうこのまま。おうちご飯。美味しいご飯ですか？そうですね、普通のご飯です。これがお袋の味の卵焼き。
うん、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディー優しかちゃん。イエーイ、よいしょ、おお、気持ちいい。入る？いくよ。モザイクかけるよ、もうやばかったら。いきます。無理やって。すごい、何層にもなっとる。3人でさっきワンちゃんのマンデイズ気持ち悪いぐらいにしよう。約束してきた。してないんだよ。ボトハルサメを食べます。思い出せ。かわいい。こんにちは。みんなが絵になるんだよ。こんにちは、さくらこです。自己紹介出すみたいな。食べます。じゃあね。じゃあね。花って素敵なお花たちで満たされてる。乾杯。あ、メリークリスマス。イブ&イブ&イブ。イブ&イブ&イブ。イエーイ、集まりました。久しぶりに。ほうじ茶の葉っぱの上に乗ってます。うん、うん、できたやん、いそう。これからクルージングに行ってきます。あ、待って待って。難しいよ。結構難しい。溺れそうですよ、二人とも。今日はどこにプレゼントを届けに行きますか？どこ行く？世田谷とかでいいんじゃない？世田谷で行く。三茶あたりで。そうそうそう、東京エリアなんですね、サンタさん。では今から私たちはソリに乗って桜田を運ぶよ。やったー。よ、あ、そう、ちなみにここ桜と桜なんですよ ね、 あ、そうそうそう、桜桜だから、桜田と桜。すごい気持ち悪いサポーズだった。桜桜幸です。しかもさ、ヒートテックじゃん。ね、はずっと、ね、やって。一応ね、T シャツ。T シャツ、ね、あ、T シャツか。一枚上に着るけど。よかった。楽しむよ。